竜が如くの実写ドラマ続編カッコシーズン2やるのか、に対するみんなの反応。やめておけ、お前には無理だ。竜が如くドラマ全部見終わった。続編作りたそうなエンディングだったけど無理やで。アマプラ脚本の付けを払わされた役者がただただ気の毒や。キリュウ、これから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。竜が如くのドラマ続編に匂わせる終わり方したけどあるんか。ドラマ版竜が如く、ゲームの2とは全く別内容の続編を作る気満々の終わり方をしてたけど、この低たらくでは続編制作はまあ無理だろう。だな。なんかバトルが終始少なかったなというのと、霊言がなかったり早脱ぎとかがなくて盛り上がりが一切なかった。最後にありげに終わったけど、さすがにこの酷評ぶりからもう続編はないでしょと思いたい。死ぬべきキャラが生きてたり生きるべきキャラが死んでたりしてもうめちゃくちゃなんだけど、単純に尺不足なのは仕方ない。改めて竜が如く1のストーリーの完成度の高さを再確認させられたわ。20年前ぐらいの作品なのに。全く同感だ。マジでドラマ竜の如くは風間の過去が気になるから続編頼むわ。めちゃくちゃ面白かったけども、この評価じゃ続編は作られないよな。残念。竜が如くの実写化としては0点、ドラマとしては60点の残念な作品でした。最後にシーズン2に続く空気感で終わったけど、次はないだろうな。なんか最後不穏な終わり方にして、続編作れるような終わり方したけど続編作るの、てか作れるの。武正春監督は100円の声とアンダードッグの評価はそこそこ高いけど、それ以外はイマイチな作品多いんだよな。結局なんか中途半端なドラマ竜が如くだったな。困った話だ。竜が如くの設定を借りた別物でも面白ければいいと思っていたけど、残念ながら展開に驚きはなく面白いと感じられなかった。続編制作が決定しているならまだしも、そうでないならあの脚本は厳しいかな。でも各キャストの演技は良かった。原作とは別物としたって、単純にドラマとして破綻してないか。これみんなどこに向かってるのか、ずっと迷子なんで素性隠してた。またやろうやキリュウちゃんって、全くマジマと絡んでないのにその距離感なんで、わら。続編に追わせも絶対無理だって。おっと、無理かな。6話まで視聴終了したのでタイマーストップ。感想した感想ですが、今年一番無駄な時間を過ごしました。見たこと以前にドラマとして普通に面白くないねんな。愛子とか幽閉とを集め切った女は原作にはいません。最後不穏な感じに締めたが、続編だけはマジでやめてくれ。とにかく開いた口が塞がらない。最後は原作準拠の伏線、何かと批判は多いようですが、これはこれという精神で見ました。シーズン2があるのならば、どのような展開になるのか、続編に期待を込めて待ちます。めちゃくちゃ面白かった。最高の竜が如くのアナザーストーリーだった。え、これ続編を作るつもりか。今回の竜が如くのドラマいい、気になる終わり方したから早くシーズン2やってほしいな。竜が如くドラマにシーズン2があるなら、そこで郷田龍二が出てくるよな。まあ原作とは全然違うから、ストーリー的にどういう理由で退治することになるのかあれだけど、とはいえ戦わんとだろうし、こういうかっこ龍二と渡り合う過程でシーズン1ではなかったかっこ龍二に目を入れて死闘だろうな。4話までは面白かったけど、5、6はダメだったな。爆音 BGM の雰囲気展開なのはこの際いいとして、主人公の桐生一馬が状況に流されるだけの卑怯者なのはさすがにまずいと思う。ジェンリックなら堂々と全員殺してる。シーズン2はなさそうだ。竜が如くのドラマ全部見たけど、後半に行けば行くほどおもんなくなっていったな、わら。シーズン2はマジで作らんといてほしい、わら。本当にその通りだ。マシマ破門されてたけど元気そうでよかったわら。サイジマはやはりダメだった。アイコ一応希望通りの動きしてくれたし、あの感じだと生きてるから、ユミとハルカと仲良くしろよって感じ。あと続編ありきな終わり方だったね。普通に面白かった。竜が如くのドラマ意外と4話から6話は面白かった。
終わり方が続編ありきに伏線を残していたので、続編が出るのは楽しみに待ってる。後半良くなるかなって期待してたんだけど、やっぱり裏切られたよね。演技はいいのにストーリーがうんち。あれだけ低評価ついたんだから続編はやめてくれよな。頼んだぜ。アマプラのドラマ版龍が如く、4から6話で一つの作品としてまとめてくれた感があったので、とりあえずは割とすっきりしたけど、あの終わり方で続編ないのはすごくもやるよ。わら。龍が如くのドラマ結局、全部見たけどクソすぎるやろわらわら。劇場版で昔やったやつのギャグ要素抜いて、今回のキャストでクオリティ上げて作れば、絶対いい作品になったやろうに。錦 VS 桐生もクソ演出すぎたし、ちょっと続編作る気ある感じ出して終わってるけど、マジで出すな。賛成だ。これはもう違う世界線の話だと思ってみるしかないねわら。様子見て続編ありそうな気配。かなり話や末路が違う。大胆アレンジで別の世界線として派生するならこれでもいいよわら。こんだけ金かけてくれるなら様々なスピンオフも作って挽回してくれるといい。実写ドラマ龍が如くを見るかどうするか悩み中の龍が如くフリークな皆様、もし見るなら同姓同名のパラレルワールドですらない物語であることと、人形というよりはおっさん版クローズでも見ていると思えばそれなり。ただし見始めたら止まるな。最後まで、カッコ6時間耐久、終わり方が続編する、な恐怖。何やと？ドラマ龍が如くは、その理屈はおかしい、ということしかないんだけど、佐藤浩一にダンビラ持たせたのは良かった。事件作りたそうな最後だったけど、それは無理だよ。うっさ、このドラマ龍が如くとしては、マジで論外だし。世界観と名前だけ借りて俺の超面白い極道ドラマ作るぜ。したかっただけの泥棒だし、龍が如くとして見なくても普通につまらないドラマだからな。続編作る気あるとかもう本当にもうあの気持ち悪いです。生死がはっきりしていないキャラがいたり、終わり方を見た感じ続編作りたがってるような印象を受けたんだけど、正直作らなくていいよ。中途半端に原作の流れ組んでるのでオチも大体想像できたし、なんならシーズン2も読めてるので、まあ悪い意味での予想外が多すぎて何か言うのも無意味かなと。制作陣のドラマは二度と見ないレベル。あー、いやだいやだ。龍が如くのドラマ全部見たけど続編やるつもりか。龍が如くのドラマ続編があるって聞いてびっくりしてる。ラストシーンから考えると確定だろうな。龍が如くドラマ版シーズン1を見終わって頭をかきむしってる。シーズン2やる気なの？龍が如くのドラマ版のシーズン2はめちゃくちゃ評判が良かったら見ます。お疲れ様でした。まさかだと思うけど龍が如くドラマの続編作る気なの？評価 1.6 なのに。龍が如くドラマ版、できるだけネームドの名前をしたモブが死んで続編とか二度と作られないようにしてくれ。頼む。頼むよ。全話見たが今年見たドラマの中で一番終わってた。二度と見ないし、続編出すのも許さんし、二度と龍が如く語るな。ここから海外2期の反応編。なんと、ライクアドラゴン、テレビシリーズがアマゾンプライムで2番目に視聴されている番組になったという。おやおや、この番組のシーズン2は間違いなく作られるだろう。それはいいことなのでしょうか。ダメだね、ダメよ、ダメなのよ。新しいロード・オブ・ザ・リングシリーズは最も視聴されているトップ1であり、何が起こったかを知っているので、それは疑わしい。ボクスマキナより上？マジかよ、すごい。 ROP の予算はとんでもない額だが、それに比べればヤクザの制作費は超安い。言ったでしょ、一般の観客はそれでいいと思うよ。それ自体でかなり面白いショーだよ。何？これはミニシリーズで、最初からこれ以上は作らないという構想で制作されています。ドラゴンの実写作品のようなものがさらに制作されることになったとしても、それは別の名前で、おそらく別の人が制作することになるでしょう。シーズン2は独自の展開になるのでしょうか？それとも龍が如く2をベースにするのでしょうか？ユージとカオルが本当に見たいです。つまり、彼らが行った変更と、特定のキャラクターがまだ生きていることを考えると、もし彼らが龍が如く2を作るとしたら、
それはシーズン1から残ったプロットと2のプロットの異なるバージョンが混ざったものになるでしょう。シーズン1のプロットが龍が如く0と1の異なるバージョンであるのと同じです。そうなることを願っています。気に入りました。個人的にこの番組については複雑な気持ちです。最初の3話の展開ではもっとヤクザっぽくなるかと思ったのですが、全く別のものに変わってしまいました。番組はゲームよりも優れている点がいくつかありますが、終わり方は非常に奇妙です。これは本当ですか？正直に言うと大惨事にならないことを祈ります。いいえ、結構です。なんでこうなっちまったんだろうな。どっから歯車がずれた。最初よりも良くなることを期待しています。6話で示された非常に重要なことがいくつか欠けています。龍が如くシリーズは最も奥深く最も長いストーリーに結びついたキャラクターの一人です。さらにいい続編。え？キリュウにヤクザゼロの髪型を与え、ニシキにヤクザゼロ以降のキリュウの髪型を与えるのは私が今まで見た中で最もバカなことだ。ニシキの俳優にヤゴヒゲともみあげをつければ文字通りキリュウになるのに、どうして誰も気づかないのか。70年代から90年代のヤクザ映画のファンならぜひ見てください。後悔はしませんよ。もしシーズン2が来るなら極み2ではなく大尻をベースにしてほしいです。お願いします。はるかには何の希望も持てない。そこですでに何が起こっているのか。なんて残念だ。それはケツだ。そうでないことを願っています。これ以上無様晒す気か。ヤクザと関わることになった4人の少年たちのバックストーリーが描かれた前半は好きでした。後半は時代が飛び交ってちょっとごちゃごちゃしていました。もっと印象に残るアクションシーンを期待していましたが、それは続編の可能性もあるでしょう。素晴らしいわけではないが悪くもない。まあまあという程度で、正直に言うと来月には忘れているだろう。でもシーズン2をやるならその可能性はあると思う。うわ、結局シーズン2が作られるかもしれません。かっこリュウジをどうするか知りたい。関東弁にしてキリュウの老いとかにするつもりなのかな。いい加減にせえ。実写版リュウジが台無しにならないように祈ってるよ。最終回はクリフハンガーで終わったような気がします。マジマがもっと見たいです。画面に映る時間が少なすぎます。シーズン2があることを願っています。彼らのやったことは気に入ったと思うかわからない。最初のゲームのストーリーの別の解釈を見るのは楽しかった。たとえそれが非常に異なっていたとしても、同時にシーズン2を見たい。ワンシーズンだけで十分だと思う。もう一つ作る理由はあまりないと思う。シーズンの終わりの混乱に対処するためにシーズン2が作られることを心から願っています。最後のシーンは大ヒットになるはずだったが NG シーンのように感じられ、マシマはひどい仕打ちを受けた。6話では短すぎて最終回を台無しにしてしまったように感じる。すごい、原作をまだ十分に台無しにしていないかのようにさらに台無しにしている。私は言葉を失いました。このボンクレー